辻志音のラジオむっちょや。2024年になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。辻志音です。イエイ。今年もよろしくお願いします。まあ、ちょっと新春スペシャルという感じで今日はやってるんですけども、結構まあ経っちゃったんだけど、お正月から、まあちょっとまだまだお正月気分でね、1月は全部お正月ね、誕生日ももう毎日誕生日、そんな感じで過ごしていけばいいんじゃないでしょうかということで、まあ言うても皆さんお正月はどんな風に過ごしましたでしょうか。私はなんか意外とこうギリギリまでね、あの去年は中国でクリスマスライブもしていて、で年末のギリギリまでいたし、あとはもう年明けてすぐ1月3日に今回はライブもあったんですね。で1月11日にワンマンライブもあったから、まあ、毎回結構毎年その1月の誕生日ライブみたいなのはこうあるから、正月っていうのはもう結構そわそわしてるので、毎回で特に休みだみたいな感覚はもうなくて、結構緊張してるので、なんかあんまりこう正月の感覚はねないんですけども、まあ、今年はだるまさんが転んだという曲正月ソングがねあるので、なんかよくさ、あの年賀状とかにもだるまが書いてたり、お正月ってだるまを見かけることがあるじゃないですか。だから私は勝手にだるころはもう正月ソングとして設定してるんだけどね。だからまあそういうのもこう、新年です、だるまさんが転んだって歌える曲ができて嬉しいかなっていう気持ちはありますけどね。まああとなんだろう、正月っぽいこと、なんか手帳とかもさ、毎回毎年一応さなんか買ってたけど、お正月が来たら、でもさもう書かないよね、買っても。なんかトゥードゥーリストを書いて満足しちゃう系の人いません？私もそれなんだけど。だからそう、もう今回は諦めてとか、結果的にもう手帳買わずに、で、まあ、スマホのこう縦型手帳みたいなアプリを入れて使ってる。あ、でも結構これ最近一番アプリとしてあの来たって久々に思ったのがあって、 LINE のリマインくんっていうのに、こう LINE 上でね、そのリマインくんっていうこと友達になると、あのリマインダーをしてくれるんですよ。例えばミーティング何日何時と入れると、その時にポンって LINE をくれて、今日だよ落ち着いてとか、あのゴミを出す時間とか書いてると、ゴミ出しの時間だよ、あのゆっくりとか、そういう風にあの一言付きで教えてくれて、結構さアプリをいっぱい入れてもさ、もう何のアプリに入れたの、トゥードゥーリストもめんどくさいってなっちゃう感じの人は結構私みたいな人多いと思うので、まあなんかこうそういうのがすごい私の中で一番ヒット、だからね、思うのはやっぱりこうどんなになんかなんだろうな、自分をよく知るっていうことがすごい大事で、どんなに世の中でこれが便利だよとかあれがいいよって言われてるのがあっても、やっぱ物にも相性があると思うんですよ。だからこう私はこう例えば手帳とかも無理だった、使えなかった、もう見方がわからない、書き方もわからない、だからその代わりにリマインくんとお友達になるとか、そうやって今年は自分をよく知って、そうして対応していく、それがこうやっぱり素敵な大人になる一歩なんじゃないかななんて思っています。それではですね、私のお正月ソングから始めたいと思います。聞いてください、だるまさんが転んだ。今夜もよろしくね。だるまさんが転んだ、こぼれた君の口からそれを拾った、泣きながら諦め、もっと早いね、タッチしておしまい、悲しいことなんか気のせいで楽し
お聞きいただいているのは、辻しおん、だるまさんが転んだライブバージョンでした。これはね、あの11月19日、去年になってしまいましたが、この日 のバンドでのライブの音源なんですね。タルコロはなんかこう作った時ももちろんこうライブ映えする曲にしたいなって思ったんだけど、ライブをやるたびにすごく成長してライブ映えする曲になってきていて、すごい私の曲の中でも、あ、この曲作ってよかったなって思える曲です。で、このライブバージョンの映像もね、好きで YouTube にアップしているので、これ終わった後はぜひ映像でもお楽しみいただけたら、辻しおんのバンドバージョンの感じが見えるんじゃないかなと思います。ぜひ聴いてください。Thank you! しおんのラジオ夢中夜、2024年新春スペシャル。今思うことは、ガム噛みたい。ということで、辻しおんのラジオ夢中夜、今日も元気にやっていきたいと思います。事前にラジオでね、メールを募集していたんですけども、このテーマが2024年挑戦したいことはというテーマでしたね。皆さん、たくさんのメッセージ本当に嬉しいです。ありがとうございます。全部は紹介できないかもしれないんだけど、なるべくいつでも多くいけるようにちょっとね、頑張っていきたいと思います。早速一発目いきます。ラジオネーム熊谷の激アツチャーハンさん、シオンヌ、こんばんは。こんばんは。先日のライブは元気が出る曲もあり、懐かしい曲もありで、とても楽しませていただきました。やったー。さて、今回のテーマ、2024年挑戦したいことですが、それはカフェ巡りをしてみたいです。甘いものが大好きなので、おしゃれなカフェなどがとても気になっているのですがね、おしゃれなカフェに男性一人で入るのは少し気が引けてしまい、なかなか勇気が出ないここ数年です。海外に一人でも行かれるしおんのに、おしゃれなカフェにしれっと入り、優雅に時間を過ごせるアドバイスをいただきたいです、ということで、めっちゃいいよ。いいじゃん、いいじゃん。これね、私が言えることは一つあります。人ってね、意外と人見てないの。本当見てないから。私も結構一人でする行動が好きなので、一人焼けに行くとかよくするんですけど、まあ確かにね、最初はこうテクテクって言って、あ、いらっしゃいませって入っていったら、ふんって見られるけど、最初だけなので、もしこうすごいこうなんかおしゃれなとこ、可愛いとこ、映えのとこに男性が来て一人でパフェとか食べてたら、確かに見られると思うよ。でもその見られるっていうのは、私個人的には、あ、可愛いなとか、人生楽しんでるなとか、そういうポジティブな意味で見てるんだと思います、人は。だから気にせずに、誰よりも一人で人生楽しんでるよっていう堂々とした感じで、もうどうぞ生クリームカスタードいっぱい頬張ってもらえたらいいんじゃないかなって思う。私さ、この前一人で中華街に行ったのよ。であそこってね、なんかいろんなスペースがあるんだけど、外で立って食べれる場所、スペースみたいなのがあるお店があったんですね。そこで私はなんか、後ろにすごいなんかね、グループデート中みたいな男女の4人組のがいたので、タピオカ飲もうよキャッキャーとかしてて、でその前に私が並んでて、さすがにちょっとこう、なんか恥ずかしいなって、私にも恥ずかしいと思う気持ちがまだあったんだなんて思いながら、でもまあチンタオビールを頼んで、私は一人でその場で、で一人で外のスペースで飲みましたよ。でそしたら、チンタオビールを頼んだ、チンタオビールって店員さんに言ったその後に、すぐ後ろのカップルが、え、いいなってつぶやいたんです。その声が聞こえて、え、いいなって言って、え、やっぱビールにするって私の一声でタピオカからビールに変わっていたんだ、その時に。で私は、あ、なんか影響を与えちゃった感じみたいな、若い子のなんかカリスマリーダーになっちゃった感じ、中華街でもって思って、それはなんかすごい嬉しかったんで、
意外とまあそういう感じで人はこう人を見ているんじゃないかなって思うので、まああの全然堂々と、はい、ぜひ美味しいものを食べに入ってください。ラジオネームかおりーちゃん、こんばんは。久々のラジオ夢中や嬉しいです。私が2024年挑戦したいことは本当に些細なことではあるのですが、決断することです。昔から優柔不断ではありましたが、年齢を重ねたからか失敗したくないという気持ちが強くなり、何を決めるにも慎重になってしまいました。小さなことで言うと、スーパーで何を買うかが決められずに 2,3 周してしまったりします。わかるわ。悩む時間がもったいないし、何を選んでも大抵のことはなんとかなると思うので、今年はサクッと決断できる人になりたいです。シオンヌは優柔不断なタイプですか、というメッセージ。このメッセージはもう私の頭の中を見ていたのかっていうぐらいは一緒。私も今年は決断をいっぱいする人になりたいっていうのは一個思ってたの。思うに、決断ってすごい体力がいると思うんです。決めるっていうことで、メンタルとか体が弱ってる時はそれを後回しにしがちで、でもそれを後回しにすればするほどまた決断がどんどんなんか重くなってきちゃって、どんどんまた辛くなるっていうのがすごいわかるんですね。だから多分決めるっていうことは本当に大変なこと。なんかうまくいかせようとすればするほどさ、計画をいっぱい立ててから動かなきゃとかなっちゃうので、まあ決断結果にはまあクオリティを求めないっていう風にすればいっぱい決断できるかなって思って、なんか千本ノックみたいな感じでやっていくと、こう、まあ、失敗もすると思うけど、こう瞬時に決める力もどんどんついていくんじゃないかななんて思うので、まあ、私もそれを今年は意識をしようと思うから、一緒に頑張りましょうね。うん、決断。ラジオネームカペタさん、シオンヌこんばんは。こんばんは。15周年ライブの時に見たシオンヌの初バンドライブ、最高でした。嬉しい。北海道ライブ見に行くの楽しみです。おー、ありがとう。2024年挑戦したいことは、仕事のスキルアップのため資格を取りたいと思っています。あとコロナ禍の時に始めたロードバイクで長距離を走りに行きたいです。おー、ロードバイク、めっちゃなんか私には二度とこうなんか乗ることがないロードバイクという響きでも分かんないんですからね、人生は。私もだって今年はさ、ジムに行くって決めてるもん。だからそこでもしかしたら、こう聞いたことのない、もうロードバイクっていうだけで噛みそうなんだけど、今はね。でももしかしたら今年が終わる頃にはもう私はもうどこでも踊っちゃうかもしれない、どこでも踊れるぐらいの体幹を身につけてるかもしれないので、もう人生は分からないよということで、はい、ということでね、こうやって話題に出してくださいましたけども、じゃあ行っちゃいます。札幌に行きます。はい、そしてもうすぐです。1月26日金曜日19時半開演、場所は札幌ムジカホールカフェさん、辻シオンワンマンライブシマエナガを探しにということで、アコースティックなんだけど、まあ、こんなにね急遽決まってしまって、もう本当に申し訳ないんだけど、本当にお願いします。みんなぜひ来てください。もう、まあ、私がもともとそもそもは札幌に祖母と祖父がいて、まあ、久々に会いに行こうと思ったんですけど、まあ、シマエナガっていうね、鳥がこう北海道にだけいる鳥と言われてて、そのファンでもあって、シマエナガを探しに行きたいって昔から思ってたんで、まあ、それを探しに行くっていう目標もあったんだけど、せっかくなんか北海道に行くのにライブをしないっていうのはなんかどうなのかと、ムズムズうずうずしてきてしまって、でも急遽なんだけど、このムジカホールカフェさんにすいません、できますかねみたいに言ったら、やりましょうみたいに言ってくださって、すごい優しくて、で、まあ、会場をね抑えてくださったので、まあ急なんでどれぐらいの方が来てくれるか私不安ですぜひ来てください。まあ、近い距離でね楽しめると思いますし、すごい貴重なライブになるんじゃないかなと思って、久々のね5年ぶりらしい札幌のライブは、うん、
なので、まあ、雪とか今すごい降っているらしいんですけども、皆さんを温められるようにね、ちょっとでもと思って歌います。ぜひ遊びに来てください。ラジオネーム黒川さんちの花ちゃん、今年挑戦したいことはハーフマラソンに出場することです。毎日夜にジョギングしてるんですが、今年は少し距離を伸ばし10キロを走る、ハーフマラソンに挑戦してみたいです。すごいね。意外となんかみんな運動やってるんよね。なんか言わないだけでさ、ほんとみんなやってるんよ、言ってよってなるんだけど、友達と話しててもさ、なんか最近何ストレッチして寝るようにしたら体調いいんだとか、走るようにしたらいいんだって言って、みんなやり始めてるって思って、もう急いで私はね、絶対今月ジムに入るから今見てて、みんな絶対疑ってると思うけど見てて、絶対ジム入るから。そしてラジオネームアポロチョコさん、今年はやったことない見たことない言ったことないことを一つでも多くチャレンジする。お、いいことですね。ラジオネーム宇宙のカタタさん、5度目の国家試験に挑戦します。1年間シオンの曲を聴きながら頑張る。すごい。この国家試験のことはもう一人いただいてて、ラジオネームアイルランド高橋さん、転職していろいろ国家試験が必要に X 線と、これ何 V 線って読むの、 Y 線の試験をパスします。素晴らしいですね。ラジオネームはラジオネームを送るのもつい忘れちゃう人を、いいラジオネーム。翻訳に負けず健康第一で仕事と育児の両立、そしてシオンヌのライブに今年こそ参戦することを、嬉しいこと言ってくれるね。もう育児と仕事とやって本当に忙しいと思うけども応援してますね。そしてラジオネーム、これはないですが、生シオンちゃんに会いに行くと書いてくれてます。これも嬉しいので紹介しちゃいました。みんなこうやって送ってくれてすごく嬉しいけど、まあ、いつも思うのは、みんなが応援してますとか言ってくれたりするじゃん。でも、もうそれと同じぐらい私も心の中で、私も応援しますっていう気持ちがあるので、まあ、応援し合って、はい、2024年はね、手をつないでみんなで乗り越えていけたらいいと思います。このなんかまあ、一人でさ、何か勉強とかさ、頑張ることをしているとさ、ちょっと、なんか、疲れちゃうじゃん。なんかもうやる気出ないじゃん。だからこうやって頑張ってるみんなのメッセージを聞いて、あ、なんか私もじゃあ頑張ろうってなんか思えたりするので、はい、ちょっとみんな2024年の目標ね、頑張っていきましょうね。たくさんのメッセージありがとうございました。今日もつまんないな、そういえば幕上がる、君はヒーローで私は今ヒロイン、遊ぼう世界は退屈だから、でたらめな嘘作って砂の城を壊して愛し合おう、都合のいいように台本を描くの、踊ろうここで、辻紫苑で一人舞台です。この曲はもう10年ぐらいかな、ずっとライブで結構歌ってきた楽曲なんですけど、満を持して楽曲に、ね、なったということで、これはまだ配信とかもされていなくて、先日発売した深海のマーブルのカップリング曲になっています。すごいね、贅沢ですけども、
これはすごくなんか大人っぽい感じの楽曲で、今までにあったようでなかったような曲調になっていて、アコースティックで聴くとよくなんかピアノがメインになって歌ってるので、特にこの成長したというか大人っぽい感じのあのボーカルを聴いてもらえるんじゃないかなって思います。ぜひこの音源バージョンもね、手に入れてたくさん聴いてください。シオンのラジオ夢中夜。はい、2024年のラジオ夢中夜、まだまだ皆さんからですねメッセージいただいてるので、今日はもうメッセージ中心にちょっとねいろいろできるだけたくさん答えていきたいと思います。ラジオネーム片膝立雄さん、センスの感じるラジオネームですね。弟だったら片肘立雄さんになるのかなと。お父さんはもう両膝立雄さんとか、はい、まあ、どうでもいいですね。こんばんは。いつも楽しく、そして活動を楽しみに聞いております。ありがとう。2024年は15周年ですね。そうですね。スカイコード大人になる君へが大好きな僕も大人になってしまいました。ということで、僕はあの頃好きだったものを集めることに挑戦します。あの頃好きだったお菓子、アイス、飲み物、曲、場所、自分のルーツを毎月拾っていけたらなと思っています。おお、いいね。なんか自由研究みたい。15周年を迎えたしおんちゃんは自分のルーツ拾いに行ったりしますか？お時間あればお聞かせください。このなんかさ、大人の自由研究って感じしない？こう小学生がさ、俺のルーツを拾いに行くぞってことはできないじゃん、まだ浅く生きてるから、なんか短いから時間が。でもさ、例えば30とか過ぎて自分のルーツを拾いに行く自由研究をしますって言うと、なんかすごい一冊の本になりそうな感じがするよね。これすごいいいな。うわー、でも思い出せないな。なんか好きだったお菓子とかは、あ、でもね、私今なんかエビが好きだってすごい豪語していて、もうみんなも知ってくれてさ、なんかいろいろエビのものとか送ってくれたりするんですよ、嬉しいことに。でもさ、昔小学生の時は私一番マグロが好きだったの。マグロが好きな小学生で、たまにお寿司屋さんとかなんか連れて行ってもらうと、もうマグロマグロみたいな。とシシャモも好きだったのかな。でもね、なんかまああれは子供だったからかもしれないんだけど、どっちも今そんなになんか好きじゃなくて、というかもう多分なんか食べ過ぎて好きじゃなくなるってあるじゃないですか。好きになるともうそればっかりみたいな。でだからなんか今はもうエビにシフトチェンジしちゃったんだけど、そういう食べ物のルーツとかはあるよね。あとはまあ音楽とかだったら、こう、まあ、どこを最初のルーツにするかわからないけど、まあ、小学生の頃聴いてた曲だったり、私だったらボアちゃんとか、モムスさんとか、まあ、そういうのもあるけど、まあ中学生になったらブリル・ラビンとかがシェリル・クローとか、そういうシンガーソングライター、女性のシンガーソングライターにハマったりしていたなとかありますよね。思い出すとなんかすごい何か感じるものがありそうだね。でもさ、やっぱ最近こう歌詞とかも提供させていただいたりとかして、でまあこう、そういろんなテーマでこう書くんだけど、やっぱりなんかこう自分らしさっていうのはこうなんかもう隠せないものっていうか、出ちゃうものなんだっていうことを最近感じて、だからこうもう最近は自分らしさを出そうなんて考えないようにしだしたんです。なんか隠しても出ちゃうもの、それが自分みたいな風に最近は思って、だからなんかこう迷ったら、まあ、てか人はこう変われるんだけど、でもこのルーツとかはやっぱり変えられない、変わらないものだから、この先なんかルーツに掛け算をしていける人がこう強いんじゃないかなって、いろんなこう幅を広げていけるんじゃないかななんて最近思ったり、してますね。
はい、結構深い話になりましたけど、ルーツっていうのはそういうものですね、うん。ラジオネームブルースカイホッシーさん、ライブ中に客席を見たらみんながジャガイモだったらどうしますか？ジャガイモだったら、ライブでよく右のみんなとか左のみんなとか言ってわーってやるじゃん。その時にもしジャガイモだったら、ライブで右側の皆さん、わー、君たちはカレーキャーみたいな、で左のみんな、わー、お前らは肉じゃがみたいな、うわーみたいな、で真ん中のみんなみたいな、うー、君たちはおー生で食って腹壊す、みたいなそういうこうやり取りというか一撃をやるかもしれませんね、もしじゃがいもだったらね、うん、だったらの話ですよ、はい。ラジオネームあきさん、使ってるギターの弦とピックを教えてください。おう、ピックはその時に財布に入ってたものこだわりはあるけど、こだわりよりもいつも忘れちゃうことのが多いので、財布に入ってたものが多い。弦はエリクサーのライトを使うことが多いです、はい。ラジオネームミシオンヌちゃん、シオンちゃんの最近ハマってる食べ物とかありますか？食べ物ね、まあエビはずっと好きだけど、なんか昨日さ、突然さ、ナス食べたいってなって、もうなんか今日ナス食べないとなんかもう無理な気がする、なんかナス食べたい、ナス食べたいみたいな、なんかそういうのたまにない？なんかこう今日これを食べないとなんかっていう体になっちゃう時、あれは絶対多分体のこうなんか栄養素がこうもう叫んでるんだと思う。これ取って、これ取れないよって言ってるんじゃないかなって私は個人的には思ってて、でなんかナスは何、どんな作用があるのか分かんないんですけど、だからナスを買って急遽で煮浸しで煮るのがねあれなんで、ナスとえのきみたいのでポン酢のやつで食べましたよね、はい。もう5本ぐらい食べちゃった。食べ過ぎかな。それはさ、ナスは取りすぎたらいけないとかなんかあるのかな。そう、ナス食べちゃったね、うん。ラジオネームゆうゆうさん、花火が上がったらという楽曲がありますが、実体験を元にされたのでしょうか？あ、花火が上がったらですよね。あれはいい曲ですよねあや、よくさ、こういうなんかインタビューとかで、あれは実体験なんですかとか聞かれることとかもあるけどさ、全部実体験といえば全部実体験です、全部実体験じゃないといえばないというか、まあ、難しいですよね、表現方法っていうか。でもその時の感情は絶対あって、それで書いていくことがまあ多いかなと思います、はい。だから、まあ、自由に想像してね、自分のものにして聞いてもらえたら嬉しいです。ラジオネーム赤い皇帝さん、デビュー15周年やり遂げたい願望は何ですか？シマエナガ以外で。え、シマエナガ以外、シマエナガ以外に、シマエナガの願望あったのにゃでもまあそうだな、ライブをいっぱいやりたいのと、あとはまあアルバムを出したい、出すっていうのと、可能であればまあなんか中国は去年行かせてもらったんですけど、それ以外の国とかも行ってライブをやってみたいなっていうのもあるし、あとはなんか YouTube でこうなんかもう自分の編集が楽しいとか、これだっていう感じのなんか動画のテーマを見つけたいですね。 YouTube をなんか頑張りたいとかいろいろあるかな。でまあなんかもし15周年の最後、もう11月か、今年の11月の12日付近でなんかちょっともう超気合を入れたライブをして、その時になんかこうまた新しい景色が見れたらいいなって思うので、この日はねぜひもう皆さん、もう全国から全ツイションファンが来てくれるようなイベントをやりたいっていうのが目標ですね、うん。今計画を立ててるので、お知らせをお待ちください。ラジオネームなんかじいさん、しおさんこんばんは、改めてお誕生日おめでとうございます。ありがとう。年明けの下北沢のライブがすごく楽しかったです。
嬉しい。特にデジタルモードが瀬取りに入っていて上がりました。その翌日のインスタライブも宅飲みの様子が見れて楽しかったです。質問ですが、しおんさんは宅飲みは結構する方ですか？もしよければ好きなお酒やあてなど教えてください。私はビールにセブンのカップデリシリーズが鉄板です、ということで。カップデリシリーズって何？デリっていうから、なんかあれ、あのな、おかず？カップデリシリーズなんてあんの？見たらわかると思うけど、いいね。なんかあてがさ決まっているの。私はね、そういうこだわりはあんまないですね。ビールは好きなんだけど、ビールとなんか目の前にあったもの目の前っていうか冷蔵庫にあるものだね。ビール飲み始めると別になんかそんなに何か欲しいって気持ちはなくなるかな。ラーメン食べたくなるけどね。だここと戦いがあるんです、宅飲み、家飲みすると。なんかこうお酒飲むとお腹いっぱいじゃないですか、特になんか炭酸で。だけどなぜかラーメンを食べたくなる。でなぜかラーメンはどんなにお腹がいっぱいでも入る。だからね、ラーメン食べたいっていう欲求に、まあにちゃんと理性で抑えられるぐらいのほろ酔いで止めとくっていうのが最近の目標かな。でも前よりはね、あんまりなんかそんなに量は飲まなくなった。うん、あ、なんかうんとね、なんか最近も健康になりたいっていうのがあるんで、はい。でもハーブティーで落ち着けるね人にはなりたいですよ今年はね。でもビールは美味しいから飲み続けます。ということで、まだまだたくさん質問、メッセージもらってましたけど、みんな本当にありがとうございます。もうすごい、なんかこうやって話せてね、あとみんなの近況も知れて、やっぱラジオは楽しいなって思いますが、じゃあ今回はというか次の曲はですね、深海のマーブルをちょっとお聞きいただきたいなと思いますが、これはもう12月にね、配信シングルとして出させてもらって、久々の配信だったんですけども、出て、でも聴いてくださったかな、みんな。はい、まあ、この曲は結構、まあ今までなりそうでなかった、この曲もねそんな感じがすると思うけど、まあ、結構元気な爽やかな印象があると思うんだけど、歌詞は結構ね、今まではこう自分の感情、自分の思うこと、自分に起きたことっていう感じでこう書いてた曲が多かったんだけど、ちょっと俯瞰というか、なんか頭の中でこう違う子がなんか走っていってみたいな、そういう映像をイメージしながらこう書いた曲でもありましたね。うん、でもまあ最近は本当に歌詞を多く書くことがあって、で言葉にする前の感情って、言葉にする前はもうないっていうことなんですよね。なんかうまく言えないっていうことは、こう相手に伝える時にこうもうないものになっちゃうから。でも初めて感情に、なんかこれはこういう感情だって名前をつけて初めて、なんかそれがこう成り立つというか、だからその作業が一番歌詞を書くときは楽しくもあるし苦しくもあるんだけど、その時間、うーってなってる時間をなんか書きましたね。うん、でもまあなんかやっぱりエモい瞬間っていうか、その5分とか4分とか3分とかを書きたかったんです。うん、だから皆さんにとってもなんかそれぞれのね、決断する前のいろいろな感情があると思うんですけども、これはもう誰かに会いに行くときに、誰かに会いに行く前にこう聞くとさらにエモくなるんじゃないかなと思うので、ぜひそんな気持ちもね交えつつ聞いてもらえたら嬉しいです。それではお聞きください。辻しおんで深海のマーブル。流れてくね
ゃくちゃなんかエネルギーが出る曲ですよね。実はこれは大沢啓一さんという作曲家の方と初めて共作ということをさせていただいて、大沢さんは私のスペースドライブという曲とかを編曲してくださっている方なんですけど、今回共作っていうのもすごくなんか楽しくって、新しい世界が見えたかなっていう感じがすごいしてて、はい、そういうのもこの先ね、いろいろやっていけたら嬉しいなって思っています。で、これは配信はもうされているので、ぜひ聴いてもらいたいんですけど、 CD バージョン、シングルバージョンっていうのもですね、ライブ会場、そして私の物販、あ、違う、通販で発売していて、今はこの直筆サイン入りで、新海のマーブル、一人舞台、リモートガールの3曲が入ったシングル CD が発売されているので、ぜひぜひこちらもね、ゲットしてみてください。お送りした曲は新海のマーブルでした。チャンチャチャチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャンチャチャチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャチャチャン。辻志音のラジオ夢中夜、そろそろお別れの時間って本当ですか？チクショー。はい、ラジオ夢中夜、お別れの時間がやってきてしまいました。めっちゃ早い毎度思うけど、めっちゃ30分でね、経つの早いですけども、まずは告知をさせてください。1月26日金曜日も今週になりましたね。久々の5年ぶりの札幌でのワンマンライブがあります。こちらはアコースティックで一人で行きたいんですけども、場所は札幌ムジカホールカフェという場所で19時半からやりますね。雪とかが今結構すごいと聞いてるんですけど、それ自体もすごい楽しみで、雪のなんか景色、確かムジカホールって外見えなかった、なんか見えたような気がする、そういう感じので、多分貴重なね、忘れられない思い出のライブになると思いますので、ぜひぜひ近くの方は遊びに来てください。そして3月13日にですね、川崎クラブチッタさんでマイポップタウンというイベントに出させてもらいます。クラブチッタは初めて出演させてもらって、結構ね、天井が高くてかっこいい場所なので、この日ちょっとまだ編成は決めてないんだけど、なんかバンドっぽい感じで、なんか新しい感じで出てみたいなとか思ったりしています。出演者に初音ちゃんもね、いたりとか、あとコアラモンドさんもいらっしゃいますので、ぜひぜひこの楽しい時間を過ごしましょう。これもチケット今発売中になっています。なんか今年はもう本当にライブもたくさんやっていきたいし、曲も出していきたいし、なんかこういろいろ頭の中で思いついたことを、さっきの決断の話じゃないけど、なんかこう去年は思いついてんだけど、なんかできなかったことが多くて悔やんだ記憶があるので、今年はもう思いついたことを可能な限りこうやりたいって言っていて、でなんか完璧じゃなくても形にしてこう表に出していけたらいいんじゃないかなと思っていますね。そういえばさ、そのザウオっていうさ、居酒屋にこの前行ってきたのよ。その場で魚を釣ってなんか食べれるみたいな、その場所に行ってきて、それもなんかすごい、釣りとかあんましたことないからさ、やりだすと楽しかったりとかして、だからやってみないとやっぱりこう苦手とか得意は分かんないんじゃないかななんて思うので、2024年一緒に皆さん挑戦していきましょう。今聴いてもらっている曲はリモートガールという曲です。私と音楽への思いが全部こもった曲、こもった言っちゃった、こもった言っちゃった曲になっています。ぜひ聴いてください。そして2024年もよろしくね。またまだこれからも一緒に遊んでいきましょう。辻志音でした。じゃあねー。ふふ。